昨日、12月25日、全国高校駅伝が行われましたが、女子の部は見事長野東高校が初優勝を果たしましたので、長野東高校の3年生の進路情報、そして最後に昨日の振り返りをサクッと、えー、させていただきたいと思います。前任の玉木先生が成し遂げられなかった全国制覇、名城大学の現在のキャプテン小林成美選手、えー、実業団で活躍している和田選手、 そして、オリンピックにも出場した萩谷選手らでも優勝できなかった宮幸寺ですが、念願叶えまして、昨日初優勝を果たしました。現在監督をされている横内先生も、国立大学出身ということで、まあ、頭のキレがね、すごい素晴らしい選手ですよね。県立高校ということで、移動をね、ずっとしてきた中でいろんな選手、いろんな生徒を見てきたと思うんですけれども、戦術がね、ハマっての優勝ということで素晴らしかったと思います。私も高校時代、全国が合宿で菅平で、長野県の菅平で合宿したときに、 当時は西脇工業はね、えー、主体となってやってたんですけれども、まあ、なぜか横地先生もいらっしゃって、まあ、なぜかというか長野県なのでいてもおかしくないんですけれども、まあ、いろんな話をね、してくれたことを思い出しました。昨日のね、優勝のインタビューで、あ、この先生見たことあるなと思ったら横地先生で、まあ、あの、全然ね、姿変わらないんですけれども、非常にね、 まあ、優しかったり、厚かったり、そんな先生なんですけれども、見事ね、先日ハマって初優勝を果たしました。ということで、ちょっと前置き長くなりましたけれども、早速、進路情報とさせていただきます。まずは、5区、アンカーを走りましたエースの村岡美久選手。嬉しい、初優勝のゴールテープを切りました。大学駅で日本一の名城大学への進路が決まっております。タイプとしましては、長い距離を得意としておりますので、まあ、高校のインターハイ路線、1500メートル、3000メートルよりも、大学でインカレ路線の5000メートル、1万メートル、 もっともっとね、今以上に輝ける選手だと思います。名城大学の現役選手で言えば、来年度からキャプテンの、えー、増え、優ス選手、そして今シーズン大ブレイクしました、1年生の原田咲希選手に似ておりまして、まあ、距離が伸びれば伸びるほど、えー、輝ける、そんな選手だと思いますので、楽しみにしております。 今週12月30日、富士山女子駅伝行われますけれども、富士山女子駅伝で言えば、6区、7区、7区アンカーですけれどもね、長いところをしっかり走れる選手だと思いますので、すでに走れるレベルにあるぐらいの選手だと思います。まあ、名城大学といえば、駅伝日本一ということで、レギュラー争いかなり熾烈ですけれども、まあ、駅伝だとね、まあ、あの、本当にトラックのようなスピード、そんなにいりませんから、長い距離をしっかり走れる選手へと成長すれば、本当に、名城大学のエースとしてね、これから輝けると思いますので、 これからどんな選手になるか楽しみにしております。昨日もアンカーで15分45秒、5キロ1 5分45秒、素晴らしいタイムで日本人トップで走り抜きましたから、これからさらなる、ね、活躍を期待しております。続きまして3年連続4区を走りまして、最後に見事区間賞に輝きました佐藤優香選手は日本体育大学への進学が決まっております。 日体といえば現在エディオンでマラソン活躍中の長野東卒業生の細田愛選手がおります同じ道に進むなということで非常に楽しみにしておりますただタイプとしては佐藤選手はインターハイ 1500m 出場されましたけれども短い距離からのアプローチとなるということで、えー、細田選手は非公認ながら中学生からフルマラソンサブスリーの、ね、本当にスタミナ型長い距離を得意としている選手ですから、まあ、非常にタイプは異なる2人なのかなとも思っております ただ現在の日本体育大学は、保坂春子選手、山崎り沙選手といった、えー、大学でね、1500メートル日本一になっている二人がいて、そして今シーズン、全カレで活躍しました小形優里選手、1500メートル強い選手がたくさんおりますので、まあ佐藤選手にはぴったりなのかなというふうに思います。まあ、スピードある選手はね、伸びやすいと言われておりますので、 まあしっかりスタミナつけていただいて距離に対応することができるようになればかなり大きく伸びる選手だと思いますしまあ今の日体のね選手層を見るとタイプとしては佐藤選手ぴったりの大学だと思いますので期待しております男子の監督で言えば長野東高校前任の玉木先生もいるということでまあそういった環境でねぜひ将来 日の丸を背負うような、そんな選手になっていただきたいなというふうに思います。続きまして、宮古寺3区で区間3位の西名レミ選手は、城西国際大学への進路が決まっております。城西国際大学といえば過去に全日本大学女子駅伝10回出場しております古豪です。2005年には3位に入賞している大学なんですけれども、まあ、監督はね、森岡監督ということで、データ派の監督ですよね。非常に楽しみです。 管理された数字、コントロールされた中で、名門長野東高校で培ってきたものをね、ぜひ活かしていただきたいなと思います。まあ、森,岡森岡監督といえば、えー、現在ね、マラソンで活躍しております。そして1万メートルとハーフマラソン日本記録保持者の新谷み選手のマラソンの練習メニューも横田コーチにね、えー、相談されるほどの監督ですから、その監督の下でやれるということで、まあ、将来楽しみな選手だなというふうに思います。 ま、あの、城西国際大学のね、練習環境といたしましても、クロスカントリーが非常に多いということで、まあ、長野東高校に似た環境でもあるのかなというふうに思いますから、えー、期待しております。現在はね、全日本とかも、えー、走れておりませんし、富士山女子駅でも走れてないんですけれども、えー、西田選手がね、自分が強くするんだという気持ちを持って取り組んでいただければ、まあ、4年間ありますから、 全日本、富士山女子駅伝帰り咲きもあるのではないかなと思っておりますので、楽しみにしております。続きまして、赤羽、舞香選手を紹介させていただきます。拓殖大学を希望しているということで、まあ、合格発表まだですので、今回は入学前提で話をしていきたいなと思います。春の高校稲ない駅で4区で区間4位と、チームのメダル獲得に大きく貢献されました。3000メートルの自己ベストも9分35秒47ということで、まあ、非常に力のある選手ではあります。 昨日は出番はありませんでしたけれども、長野県高校駅伝は4区で区間賞、北信越高校駅伝も5区で区間賞ということで、結果は残しました。えー、拓色拓殖大学といえば、エースの不破聖衣来選手、スーパースターがいるんですけれども、不破選手以外にも、ほとんどの選手が記録を伸ばしているということで、非常に楽しみな環境、大学ですよね。そしてこれから伸びる大学でもあるのかなというふうに思います。まあ、持ちタイム。 赤羽選手の力を考えるとすでにレギュラークラスと言っても過言ではありませんけれども大きく成長していただいてさらにパワーアップしていただいて不破聖衣来選手と共に大学駅で日本一を目指していただきたいなというふうに思います赤羽、えー、選手の、ねえー、特徴といたしましてはセカンドベストも9分36秒ということで ベストが9分35秒、そしてセカンドベストが9分36秒ということで、まあ本当に安定感抜群の選手ですよね。まあ、長野東高校と特徴としまして安定感ある選手が非常に多いんですけれども、赤根選手もその一人ということで、将来楽しみにしております。 そして、えー、来年からはね、全日本大学女子駅伝、富士山女子駅伝がありますけれども、まあ、茜選手、安定感ありますから、長い距離をね、走れるんじゃないかなと思っております。現役の拓殖大学の選手で言えば、門脇選手のようなね、安心感のあるタイプだと思いますから、あとは長い距離をどれだけ速いペースで押していけるかというのが一つ鍵なんですけれども、まあ、力のある選手ではありますので、大学、拓殖大学でも楽しみにしております。 そして最後は、薄田朝香選手ですけれども、東京農業大学の進路が決まっております。北信越高校駅伝は3区で区間賞。3000メートルの自己ベストは9分35秒04ということで、力のある選手ですね。昨日は出番ありませんでしたけれども、力のある薄田選手。今週の12月30日に行われます。富士山女子駅伝にも出場します。東京農業大学に進路が決まっているということで、えー、東農大のエースは現在、大学2年生の高田選手がおりまして、来年もおりますから。 高田選手は 5000m15 分48秒の実力者そして、えー、16分前半の選手も複数にいるということで田選手のこれからがとても楽しみです、まあ、長野東高校の選手安定感ある選手多いですし距離踏める選手も多いですから、まああのー、1500、3000以上に大学の距離に、ね、対応してくるのではないかなと思っておりますので来年の全日本を富士山で走る姿が今からでもとても、ね、楽しみにしておりますのでぜひ頑張っていただきたいなという,ふうに思います。 ということで、5名の3年生のね、進路情報の話をさせていただきましたけれども、最後に昨日の全国高校駅伝の振り返りをさせていただきたいと思います。ということで、昨日行われました全国高校駅伝、1時間7分37秒で初優勝を果たしました。タイムもね、非常に素晴らしかったんですけれども、毎年安定した結果を出すのが、長野東高校の強さなんですが、まあ、留学生がいないということもありまして、なかなか勝てなかった中で、 えー、今回ね、初優勝、嬉しい初優勝を果たしました。まあ、1区の名和選手がね、完璧な走りをしてくれて、えー、区間4位で助けをね、つないでくれました。ほぼタイム差もなしということで、完璧な流れを作って、2区の久保田選手が区間7番、そして3区の西名選手が区間3番、4区の佐藤選手が区間賞、そしてアンカーのエース村岡選手が日本人トップの区間3番ということで、 本当に完璧なね、タスリレーを見せてくれて優勝にたどり着いたのかなというふうに思いますけれども、えー、非常に素晴らしい、えー、初優勝だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、これからさらにね、えー、強くなって、そして長野東高校の卒業生が一人でも多くの選手が世界で戦う姿が見たいなというふうに思うような全国高校駅伝でした。ということで今回の動画は終わります。以上